やってきたことに対する結果がご褒美として、まあ、順番がついてくるというふうに思っているんですね。ですから最初から優勝優勝シードシードという目標を立てますけども、それはやってきた結果としての順番なんですね。ですから優勝を狙うというふうに決めた以上ですね、それに向かってどう取り組むかというところを一番重要視しております。今回優勝した後にですね、今度はお前たちがヒーローになりなさいというような言葉を学生の前で投げかけたんですね。今度は学生たち、君たちが今の土台をさらに土台を上げていこうと、そして君たちの手で優勝を本当勝ち取ってくれ。原監督についていくのは実は大変だ。何よ練習が楽しくて止まらない。次の箱根駅伝でも優勝するはずだ。初等部3年生です。将来駅伝に出るためにはどんな練習をすればいいですか？お願いします。と、まあ、強くなるためには適度な睡眠と適度な食事と、あと尋常じゃない運動をすれば僕らもそうやって創価高校で陸上の世界に足を踏み入れて、まあ、ずっとやってきたんですけど、やっぱりきついことしなければ強くなれないっていうのはあるんですけど、そのきついところをどれだけ楽しくやっていけるかっていうところで僕らはプラスに変えていってるんで、まあ、小さい時からはまずはその今自分の年齢でできること、今自分たちの政治でできることをコツコツ積み重ねていけば、いつの間にかここにいる選手のように力がつくっていうふうに僕は思ってます。あと前回大会よりも今回の方がメンバーは本当に充実していますし、まあ、選手全員が3冠を達成できるっていう、まあ、箱根駅